走れ大井チャンネルです。皆さん中学校の早退の記憶残っていますでしょうか。自分が中学校の早退を迎えたのがちょうど7年前なんですけど、今中学校3年生で間もなく最後の大会を迎える人多いと思います。自分の走れ大井チャンネル見てる人は結構中学生と高校生が多いので、今日はちょっとその中学校のお話をしていこうと思います。昨日クーニーさんが動画でアップしてたんで、ちょっとそれを見てですね、いいなと思ったので自分もちょっとあった出来事を紹介していきます。自分が中学生の時ですね、15歳の中3の時のことなんですけど、顧問の先生が変わりまして、大卒の先生が入ってきました。で、大卒なんで23歳なんですけど、自分ら15歳、こうあんまり差がない中で接していく、そんな中で部活をしていました。やっぱり中学生って反抗期があると思うんですけど、自分らの同級生も結構、その新しい先生が来てどういう先生かなっていう中で、結構最初の接し方が結構甘かったんですよね。それで結構みんな味を占めたというか、あ、なんだ、友達感覚でいけるなって感じを持ってしまって、結構慣れ慣れしくこう友達感覚でこう話していました。でもやっぱり途中からその最初だけ先生も思いやすくて、途中から結構厳しくなったりして、みんなその反抗期っていうのはあると思うんですけど、最初と違うなっていうのをみんな思ってしまって、結構顧問にこう反抗する形を取っていました。で、中学生だったら結構あるかもしれませんが、その若い先生との壁がないというか、そういうのがあると思うんですよね。自分らもそれであんまりこう顧問の先生の言うことを聞かずに練習をしてたりとか、あんまりこう言われたことを先生からやれって言われたのをやるのが好きじゃなくて、自分らで考えて練習したいっていうのもあったんですよ。それなんでちょっと先生のメニューを、ちょっと無視じゃないですけど、いやいややってる感じがありました。で、野球の実績に関しましては、最初の新人戦、秋の新人戦は県大会ベスト8で、春の大会が県大会1回戦か2回戦負けで、県大会にこう出れるぐらいのチームだったんですよね。で、最後の夏の大会、総体ですね、総体を迎える前までは普通に練習試合も強豪中学に勝ってまして、普通にこのまま行けば県大会に行ける、そんな感じで過ごしていました。ですが、結構自分の同級生とか、自分もそうなんですけど、結構反抗してる時期がありまして、よくよく振り返ってみると、練習はちゃんとやってなかったかなという印象があります。どっちかっていうと自分守備が好きだったんで、自主練とかでは結構ノックとか、一生懸命やってたんですけど、やっぱりその顧問がいる前ではなんか中学生特有のやれって言われてやるのが嫌だったので、あんまりこう真面目にやってなかったんですよね。で、ふてくされたりとか、結構そういうのが自分にはありました。で、本当にそれまでは調子良かったんですけど、その最後の夏の大会だけ、6打数ノーヒットということで、ヒット1本も打ってないんですよね、最後の大会で。最後の大会もチームは2回戦負けで負けてしまって、県大会には行きませんでした。本当にそれまでは勝ってきたのに、この最後の最後の大会で結果が出せない、結果出ない、そして夏の大会が終わって引退という形になってしまいました。で、本当にそれを今振り返ってみますと、その時は全然真面目にやってなかった練習とかもあったんですよね。例えば自分の気合いな練習は少しこう手を抜いたりとか、サボったりとかしてて、結構自分の同級生もそういう子多かったんですけど、そこでしっかりとやっておけば県大会に行けたのかなと思います。正直普通に戦っていけば県大会に行けたと思うんですが、やっぱりその今までの活動を見た時に、野球の神様がもうそれではいけないかなっていうことで負けてしまったのかなと思っています。その経験もありですね、自分はその練習をサボってきた自分がいて、それで夏の大会ノーヒットだったっていうのがとても悔しかったんですよ。で、それで高校生になってからはしっかりやろうということで、高校3年間は一生懸命やってレギュラーを取ったと。それなんで、その中学校の夏の大会最後の総体で結果が出なくてノーヒットだったっていうのが逆に良かったかなと思っています。もしそこで結果出てしまったら、野球をちょっと舐めてかかってしまって高校野球でも潰れてしまったと思うので、そこで中学校の最後の大会で6打数ノーヒットで、2回戦負けということで、その悔しさが教えてくれたことが高校野球に来たのかなと思っています。そんな話をしてますが、早退が近い中学校3年生の皆さん、ここで何かを変えたからといって結果が変わるわけじゃないと思うんですけど、悔いのないように戦ってほしいっていうのがありますね。ここまでやってきたこと、自分たちがやってきたことを信じて戦うだけだと思います。で、またその結果で次の高校野球っていうステップがあるので、ここが終わりじゃないっていうのをしっかりと分かってほしいですね。ここで負けてしまったからもう野球はいいやっていうんじゃなくて、野球を続けてどんどんレベルアップしていく、高校大学とレベルアップしていく、そういうのをやってほしいと思います。で、この動画を見ている中学校1年生2年生の皆さん、まだ1年2年あると思うので、自分のような失敗をしないように3年間しっかりと練習をして最後の大会に臨んでほしいと思います。学生の皆さんは部活の他に勉強もありますし、部活だけというわけにはいかないと思うんですけど、部活も一生懸命やってもらって、強く上手い選手になってほしいと思います。そのためにはやっぱり毎日毎日のこの部活の時間を大事に過ごしてもらって、
まあ、レベルアップを図ってほしいと思います。でもその野球の怖さを知ったから高校に行って一日一日大事に野球の練習をして最後の大会で結果を出せると、まあ、甲子園には行けませんでしたが結果を出せたので、そこがやっぱりその3年間の違いかなと思います。その6年間中学校の3年間と高校の3年間を比べた時に本当にここ真逆かなと思いました。ただこっちの中学校の時は好きなことだけやってやりたくない練習はサボるという感じで自分過ごしてきたんで、高校の時はもう全部サボることなく一生懸命やってやりたいこともやってやりたくないこともやってっていうので過ごしてきたので、その全く違う生活を行ってきました。中学校の時は野球を軽く見て舐めてましたので、やっときゃ、まあ、勝てる人みたいな感じだったんですけど、まあ、その夏の大会で結果出なくて、でその反省をしつつこの高校に上がって、まあ、3年間びっちりやったと、その結果が高校野球で、まあ、自分なりにですけど頑張れたのかなと、まあ、結果も出たかなと思います。まあ、それなんで今最後の大会を迎えている中学校3年生の皆さん、ここまでやってきたことを信じて最後の大会を臨んでみてください。その結果がもしダメだったとしても次の高校野球ありますので、気持ちを切らさずに高校野球に挑んでください。そしてもし高校生の方見てる方いましたら、本当に自分たちがやってきたことを信じて最後の大会みんなで最高の夏にしてください。現在6月の半ばですが、今のチームで1日でも長く試合ができるように皆さん全力でプレーしてください。そして最高の夏にしてください。はい、というわけで今日は自分の中学校の時に起こしてしまった失態が何で起きてしまったのかっていうのを紹介しました。今中学生の子で見てる方いましたら、自分のような失態を起こさないように一日一日大切に過ごしてください。それでは今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいねよろしくお願いします。そしてこの動画のグッドボタンもよろしくお願いします。では、アーリアスだ。アーリアス。とどまることを知らない。とどまることを知らない。とどまることを知らない。チャンネル登録お願いします。